室戸は、四国旅客鉄道が、麦線徳島駅麦駅、淡海南駅間を運行する特急列車である。本港では、徳島駅阿南駅間を麦線経由で運行していた、特急、ホームエクスプレス阿南、および、麦線の優等列車の遠隔についても記載する。特急、室戸ヘッドマーク。室戸岬と、その灯台からの光をイメージしている。特急、 室戸は1999年3月13日に高徳線特急、渦潮、徳島線特急、県山の麦線内の区間を系統分離する形で運行を開始した。ただし、県山に関しては室戸の運行開始後も麦線乗り入れは継続しており、麦線を走る特急列車は麦線内で完結する列車を室戸 徳島線に乗り入れる列車を県山として区別した。2009年3月14日のダイヤ改正では、徳島駅での故障防止を目的として、麦線に乗り入れる県山のうち、徳島線から麦線に乗り入れる列車に関しては、室戸に編入され、室戸は片道であるが、徳島線にも乗り入れるようになった。なお、麦線から、 徳島線に乗り入れる列車に関しては引き続き、県山として運行されていたが、2014年3月15日のダイヤ改正をもって、室戸の徳島線乗り入れ及び、県山の麦線乗り入れは廃止され、両列車は運転系統が完全に分離された。また、二千六年六月一日に通勤、通学の時間帯に臨時列車扱いで、徳島駅や南駅間の室戸が、 運行開始した。2008年3月15日のダイヤ改正で阿南駅発着の室戸が定期列車化の上で名称変更した列車が特急ホームエクスプレス阿南である。なお室戸の列車名は1962年7月18日に運行を開始した高松駅麦駅間を運行する準急列車に使用されたのが初めてである。準急 室戸は1966年に急行に格上げされ、1988年に阿波に改称されて、列車名称としては一旦消滅した。阿波は1990年に特急に格上げの上で渦潮に編入され、1998年に渦潮の一部列車に関して麦船内を系統分離し、県山に統合していた。列車名は本列車が 始発終着駅とする麦駅及び淡海南駅を玄関駅とする継承地の室戸岬に由来し、準急としての運転開始当時、麦駅以南室戸方面への延伸を期待して名付けられ、現在のヘッドマークも室戸岬及びその灯台からの光をイメージしたものとなっている。1973年10月1日には麦駅から開封駅間が 麦線延伸区間として開業、1992年3月26日に第3セクター鉄道の浅海岸鉄道により、天駅から関納浦駅間まで浅東間線として延伸開業し、県境を越えた高知県秋群東洋町への乗り入れを果たした。しかしそれ以降は浅線は関納浦駅南建設されないまま未成線となり、 室戸市への優等列車の乗り入れは実現せずに終わってしまう。前述の通り1999年3月改正ダイヤで、渦潮が全列車徳島駅北の運転に統一されて、新たに室戸が特急列車の愛称として復活したものの、2001年3月改正ダイヤで、当列車の朝東線乗り入れが終了し、開封駅発着に、 さらに2020年7月18日から、朝海岸鉄道の DMV 乗り入れ工事のため、麦駅以南が運休し、同年11月1日には、淡海南駅、海府駅間が、朝海岸鉄道、朝東線に移管され、線路も分断されて、当列車の奇襲点が、淡海南駅に変更の上、2021年2月1日に運行が再開された。 2021年度内の DMV 開業からは、当列車及び、麦線の奇襲転駅である阿波海南駅から、室戸岬へ直通で行けるようになり、当初の形とは変わるが、DMV によって、愛称の由来となった室戸市への乗り入れを果たすことになる。2021年2月1日現在、室戸は、徳島駅麦駅間に折り一本、上り一本の計一往復が運行されている。 列車番号は、号数プラス 5050D。ホームエクスプレスアナンは、徳島駅アナン駅間に一往復が運行されていた。列車番号は、号数プラス 5090D である。徳島駅阿波戸田駅南小松島駅、羽ノ浦駅アナン駅阿波立花駅、桑野駅、新野駅、雪駅、日和佐駅、麦駅、高松運転所所属のキハ185系機動車が使用されている。 普通車のみの二両編成で一部座席を指定席としている。ありがとうございます。